はい、こんにちは、ザケモチャンネル春99です。今回ですね、2023年10月のですね、発売のボードゲームからおすすめ8選をね、ご紹介していきたいというふうに思います。今月多いのでどんどんといきますよ。さあ、1つ目こちらですね、グレートウェスタントレール拡張北部への道第2版ですね。いわゆるですね、グレートウェスタントレールね、元々のオリジナルとですね、それの拡張セットね、両方ともあったと思いますが、オリジナルの方がですね、ちょうどね、2版が出ていましたので、この北方拡張の方も新しくなりましたということですね。基本的にですね、元々の北方拡張と同じではあるんですけども、ダブルレイヤーになってみたりですね、このね、オレンジの牛が変わったり、一部のですね、トークン類が差し替わったりっていうことになっているので、まあ、完全に同じではないです。ここまでいやらしいところですよね。なので、完全に同じではないですよということがアナウンスされているですね、こちらの北方拡張の方がですね、発表になりました。で、こちらの北方拡張の方はですね、日本語版ではないんですね。英語版の方に日本語和訳がついていると。まあ中にね、言語依存ありませんので、日本語版のですね、和訳がついているということですね、発売になったという点をですね、ご留意いただければなというふうに思います。こちらですね、グレートウェスタントレール拡張、北部への道はですね、1人から4人、75分から150分、ビジレート8点なら、ランキングがまだありません。定価が7480円で、10月12日発売予定となっていました。なかなか悩ましいですよね。拡張で7480円っていうと、なんかこう中箱を買えそうだなと思いつつも、グレートウェスタントレールってもともとこの北部拡張があって、完成だよなとかね、思ったりするので、非常に悩ましいところではございますが、ご検討してみていかがでございましょうか。そしてもう一つこちらですね、テラフォーミング回すダイスゲームですね。うわぁ、もう来たかっていう感じですね。なんかあっという間に来たんじゃないかなというね、感じがいたしますけども、こちらの方もですね、10月に出るということですね。まぁ、こんな感じになってまして、テラフォーミング回すの方がですね、本当にですね、かなり縮小されたということになっていて、サイコロもじゃんじゃん振りますよということなので、このカードの方もですね、ほとんど言語依存がなくなっていて、アイコンばっかりになっているということなので、非常にスピーディーにですね、テラフォーミングマーズのステーカー楽しみますよと。アレス拡張の方もあったわけですけども、あれやっぱり結構プレイ時間かかるわけですね。なんでこちらの方は逆にですね、もっともっとプレイ時間を短くして短縮した形でテラフォーミングマーズが楽しめますよという形になっているようですね。こちらですね、テラフォーミングダイスゲームはですね、プレイ人数が1人から2人、プレイ時間が45分、レートは 7.4、ランキングが4086位、定価が6380円となってました。10月19日の発売の模様ですね。私の周りもですね、英語版の方でね、プレイしたという方ね、結構ね、声が聞こえてきてますけども、それぞれですね、やっぱ軽くてね、パッとできて面白いなというね、声も聞きますんで、テラフォーミングマーズがね、お好きな方、一つ検討してみてもいかがでございましょうか。そしてまずこちらですね、ドローンホームですね、これね、ザーゲームギャルでね、なかなか取り上げるようなね、ゲームではないんですけども、非常にですね、これね、まあ、玩具っぽいね、ゲームになっていて、四方からですね、これね、みんながね、自分で、ね、脱出したいね、このキャラクターを打ち出すわけですね。バキンバキンって打つと、この真ん中にはドローンのところにうまく差し込むと、本当に空中に飛んで逃げると。自分のですね、キャラクターの駒をいち早く全部逃がせば勝ちですよっていう、まあ、ものすごいですね、おもちゃっぽいゲームなんですよね。なんですが、先日のですね、静岡のですね、ボードゲーム大会のところでですね、遊ばせてもらうと、まあ、これまた盛り上がるわけですよね。いや、なかなかこの手のね、ゲームを遊ばない私でもですね、これ、ちょっとおもろいなとね、思いましたのでね、ちょっとね、今月の注目の方に入れてみました。こちら、ドローンホームはですね、プレイ人数2人から2人、まあ、ちょっとやっぱこの手のゲームね、1人はできないですね。2人から4人でですね、プレイ時間が5分から15分、めっちゃ早いです。ビジレート6点なら、ビジレートランキングは1万1776位。まあ、やっぱりボードゲームギークではランキング上がらないですね。これね、おもちゃっぽいですからね。定価が5500円で10月26日発売予定というふうになっておりました。これ本当にインパクトがあるんでね、一回でぜひ見ていただきたいですね。で、もう一丁こちらですね、ワイマールですね、民主主義の戦いですね。これ本当に日本語版が出るんですね。びっくりしますけども、こちらですね、プレイヤーはですね、当時のね、主要な政党ですね、まあ、ドイツのですね、政党のところの SPD とかですね、まあ、中央党とか KPD とかですね、 DNVP とかですね、言うとね、4つの4大政党のうちですね、1つをですね、率いていてですね、自分の目的達成のためにですね、活動していきましょうということなんですね。で、国粋主義者がですね、それね、邪魔しようというのもあるので、それにね、邪魔されてしまうと全員負けだよという風になってるっていうですね、カードドリブン型、かつですね、4大政党同士の争いっていう、まあ、めちゃくちゃ燃えるけど、これよく出せたな、ドイツな、という感じのゲームになっておりました。これ、ウルトラヘビー級なんですね。こちらですね、これね。マティアス・クライマーさんがですね、数年前から作ってるとね、ずっと流ってた渾身の作品になってまして、厳しいのが、プレイ人数は基本4人限定と、ソロモードがあるってちらっと聞きましたけども、一応ね、今4人になってましたので、まあ、4人限定と。そしてプレイ時間はびっくりの360分、6時間ですよ。360分、そして値段が17,600円って、これ超ビッグなゲームですね。2023年の10月発売予定となってました。いや、これね、燃えますよね。カードドリブン型のビッグゲームで4人限定って言ってね、まだ、あ、こんなもんだろうな、
と思いつつも、日本でどれぐらい受けるのかなというね、いやー非常に気になりますね。ちなみにこれキックスターターの方でファンディング募集されてましたけども、当時の価格を見ると今のですねユーロのレートを直すと2万超えるんですね。なのでこれ実は本当に当時キックしてた価格をそのまま今のですねレートに転嫁すると実はかなり安いという、いやーそれなかなか今為替レートすごいなとかね思ったりするゲームですけども、カードドリブン型の4人でガッツリやりたいという方はですね必見のゲームでございますね。さあもう一方こちらですね、これまた急に軽いですね、イスタンブール選択と記録ですね。まあイスタンブールといえばね、このドン歩きでね有名なねゲームでね、いろんなファンがいらっしゃるゲームでありますけども、本家のイスタンブールのドン歩きでコマが移動していくやつ、そしてイスタンブールダイスゲームね、サイコロ振ってルビーを集めましょうってありましたけども、今回のところですねサイコロ振らずに紙ペンでルビーを集めるとなったんですね。いやードンお前もかという感じでございますけども、まあ最近までね流行っていた紙ペンゲームの一種になっていて、フリップアンドライドの形ですね、中央にあるカードのところをめくってそちらの方出てきた内容従って自分の手元の方にチェックしていくことによって、より多いルビーをいち早く集めましょうと、まあ、こういうことになっておりました。いやーこれ本当にねイスタンブールシリーズのですね本家ダイス紙弁ってね3つ揃うようになりますんで、最後のこれの仕上がりがどうなってるか非常に気になるところでございますね。こちらイスタンブール選択と記録はですね、プレインズが1人から5人、プレイ時間が30分から45分、ビジレート 6.5、 ランキングが9988となってましたね。まあまだ出っぱなしですからね、まだなかなかランキングの方はねまだ何とも言えないところでございますね。定価4950円で10月発売予定となってました。そしてもう一度ですね、もう出るんだってことですね、チャレンジャーズビーチカップですね。どんだけ用意周到やったんやってねいうふうに思いますけども、いわゆるチャレンジャーズですね、8人までですね全員のところですねミニトーナメントができますよっていうね、まあ、その場でデッキ構築していきながらそれぞれ対人で戦って勝ち抜いていこうっていうゲームでありますよね。いろんなところで話題になったゲームですけども、あエッセンでビーチカップが続きがね発売になるんだと思いきやですね、まあ、同時に日本語版も出ると、まあ、こういうことになってましたね。まあこんな感じになってましてね、まあもうそのままなんですね。なんでカード類がねガバッと増えますよってことになっていて、これ独立拡張なんですね。なんでこれ単体でも遊べますよと。基本の仕掛けはですね、対人の1対1で戦うってやつを、例えば8人だったら4組ね、セットしていて、相手を変えながら戦っていきますよと。場合によってはですね、人数が奇数であれば、ボットと戦う人もいますよっていうことになってるんですけども、まあ新しいカテゴリーだったり、新しい能力だったり、そしてさらにですね、トレーナーカードなんていうね、増えたりするので、プレイヤーに固有能力を増やすっていう能力もあったりしますよということで、前を好きだった方はいいですよということと、ここにちらっと書いてますけども、コンバイン全部フロムザギガトーナメント with up to 16 プレイヤーになってまして、オリジナルの方と合わせると16人までプレイできますよって、やるか本当になんていうこともですねできるということで、ボードゲームカフェさんなんかはね本当にこれいいんじゃないかなと思ったりしますね。こちらですねチャレンジャーズビーチカップはですねプレイヤー1人から8人ですね、両方合わせると16人までできます。プレイ時間が45分、レートとランキングがまだないと、もう出てないんですねこれね、全世界ほぼ同時ということで、定価5500円で2023年10月発売予定となってました。いやーこれねまあ、買うしかないですね。みたいなね、感じになってますけども、こちらも非常に楽しみでございますね。さあ、次こちらですね。ドローントゥアドベンチャーですね。こちらね、この紙ペン型の方なんですけどもね、これダイブンサニバーさんがね、もうちょっと早めに、ね、出る出ると言っておりましたけども、いよいよ10月にやってくるっていうことですね。マーチャムコーズのところね、出てきたですね、このね、商人たちのキャラクターのところね、いろんな人いたと思いますけども、彼らが普段どうやって金を儲けてんねんっていうところをですね、テーマの作品になっていて、4人のですね、冒険者たちが5つの国を巡っていきましょうということなんですね。でそれぞれの国のところでクエストをこなす。で、これがね、各自のところにね、渡ってきてるですね、シートになってるんで、ここのマップのところですね、クエストをこなしていけば、ここに直接書いていって、その書いた上のところに直接コマも移動していくっていうね、だからボードと書く紙に代用されるところのこのシートと自分のコマがね一体になってるんですね。なんでホワイトボードで書くもんだけど、そこの上にコマも移動させるっていうね、非常にユニークな仕掛けになってるというゲームですね。ロール&ライトタイプですよね。サイコロを振って出た目に従ってみんなが書き込んでいくっていうタイプになってました。いやこれもね全員がねこうなっててね、コマもありますんでね、どこへね進出してるとかのね微妙に違ったりするので、どういう仕掛けになってるか気になりますし、これ見る限り結構言語依存があるんですね。いろんなねこれ文言書いてあるので、まあ日本語版がですね楽しみなんじゃないかなというふうに思いますね。こちらドローントゥアドベンチャーですね、プレイヤー1人から2人、プレイ時間30分から90分、レートが 6.8、 ランキングが6459位で3850円というふうになっております。
こちらもね、ようやくやってくるかという感じで楽しみでございますね。そしてこちらですね、テラミステが革新の時代ですね。まあ言うまでもないですね。いわゆるですね、このね、テラミステが2ともね、言うべきですね、この新しいバージョンが出ますよということですね。もうザーゲームギャラリーの方ではね、ご紹介済みですけども、あのテラミステカの方がですね、革新の時代ということになって、新しい要素満載ですよと、中立的な都市もありゃですね、このね、個人の能力っていうところもですね、分離型になり、途中から新能力も得ることになるっていうことになっていて、テラミステカね、そのままの機能は起こしつつ、プレイヤーがですね、ゲーム開始してから順々に能力を改善できる、そしてですね、ゲームごとにその組み合わせが変わりますよっていう余地を残したっていうですね、いやこれはまたやり込んだらおもろいわっていうね、タイプのゲームはですね、もういよいよやってくると。オリジナルのですね、テラミステカガイアプロジェクトテラノバあたりがですよ、お好きな方はやって損はないですよというゲームでございますね。こちらテラミステカ革新の時代ですね、プレイ時間1人から5人、プレイ時間が40分から200分、 BG レートは 8.9、 ランキングが1446位で定価14,520円で2023年10月中の発売となっておりました。いやー本当に楽しみですね。で今月ですね、10月発売予定のゲームから8選はここまでなんですが、前回との関係でですね、すでに発売中のゲームをちょっとね、2つほどご紹介していこうと思います。1つこちらですね、ペーパーダンジョンサイドクエストですね。いわゆるですね、ペーパーダンジョンね、あったと思いますけども、4人のね、自分たちのですね、冒険家を率いてですね、ダンジョンの中にですね、潜っていって、お宝をゲットしましょうというですね、こちらですね、ロール&ライトタイプのね、ゲームを出したんですけども、そちらの拡張セットということですね。いわゆるですね、これね、横のところですね、サイドクエストがバコンと増えたんですね。で、そしてですね、このマップ自体も変わってますよということになっていて、もともとダンジョンを潜っている間に3つのボスが出てくるので、このボスをなんとかね、うまく倒していこうというところですね、大きな目的だったわけですが、それはそれであるんですけども、サイドクエストをこなしてもいいですよと、こうなったわけですね。で、このサイドクエストが得られる勝利点も結構大きいわけですよ。こういうことがあったので、ちょっとこのボスはもうあんま力なくてもいいかなと、ここはサイドクエストやればいいぞということになって、プレイの選択肢が広がったわけですね。ここのところ非常に面白くなっていて、こちらもちろんやったわけですけど、でも絶対これあった方がいいなという初感のですね、ゲームの仕上がりになっておりました。こちらペーパーダンジョンですね、サイドクエストはプレイ人数が1人から8人、プレイ時間30分から45分になってまして、定価が3300円で発売中となっておりました。ペーパーダンジョンですね、お持ちの方はぜひねやってみていただきたいですね。面白かったですよ。もう一つこれですね、ブリュッセル1893ベルエポックですね。こちらもね発売中になっておりまして、いわゆるですね、ブリュッセルですね、もともとのですね、ブリュッセル1893の方からですね、リメイクになりまして、アートワークへなんかが一新されたということと、まあ、拡張キットも入りましたということになってるんですね。根元もですね、ここのですね、自分たちは建築家の一人になってですね、様々なね、家々をね、ここのところに建築しつつ、そこを飾る美術品も同時にですね、買っていきましょうと。そしてですね、最も有名な私貴族たちはですね、そこにね、影響を与えるですね、まあ差し伸べてるね、手もね、貸してくれますよというので、まあ、貴族たちともですね、うまく付き合っていきましょうということで、まあ、美術品だのですね、まあこのね、有名な貴族の連中だの、そして建物だのなんていうね、まあ、要素が多いわけですよ。それがうまく噛み合ってくるっていうところが悩ましかったゲームっていうのはですね、まあ、再びですね、リメイクされて入手しやすくなったということがこちらのゲームでございますね。こちらですね、ブリュッセル1893ベルエポックはですね、プレイ人数が2人から5人、プレイ時間50分から125分、 BG レート 8.3、 ランキングは 11,283 位で9900円となってました。発売中ということでございました。ただしエンゲームさんのオンラインの方で見たらですね、すでに売り切れ中とかなっていたので、これに気になった方はですね、まあ、在庫が、ね、あるお店の方で早い目に手を出してみるのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。さあおさらいでございます。今月多いですよ。10月の12日にグレーストウェサントレール北部への道第2版の日本語訳付きですね。19日にはテラフォーミングマーズダイスゲーム、26日にはドローンホームですね。ここまでが発売日が確定のものですね。そして10月中に発売がワイマール民主主義の戦い、イスタンブール選択と記録、チャレンジャーズ、ビーチカップ、ドローントゥーアドベンチャー、テラミステカ各地の時代となっておりました。すでに発売中の方からですね、私が、ね、ピックアップしてお届けしたのが2点、ペーパーダンジョンサイドクエスト、ブリュッセル1893ベルエポックの合計10点というふうになっておりました。いやー今月ね、まあ、8選と書いておりますが、発売中を合わせると10選となってますんでね、いやなかなかね、10月大変だなとかね思ったりしますけども、本当に気になるゲーム多いので、皆さんがですね、金銭にかかるものがあれば手を出してみてもいかがでございましょうか。ザゲームチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギャラチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギャラチャンネルの春99でした。